はい。えっ、ー、と、11月の講室です。こちらが、えっ、ー、と、中学生ですね。中学1年生から3年生の課題になりますね。はい。では、行きたいと思いますが、今回は、ちょっとね、この、このあたり、楽しみがいっぱいいっぱいっていう時に1はね、使わないと思うんですが、ま、今回、課題がこうなってるので、このまま書きます。はい。では、行きたいと思います。 えーとね、そうだな。この手本は、ええー、と、万年筆で書いてるんですよね。デスクペンかなうん。ちょっと今日は0.5のゲルインクでいきたいと思います。では、ちょっといつもね、黒で書くんですけど、ちょっとね、今日赤しか今手元になくて、ちょっとこれでいきますね。えーと、ちょっと赤い線の上に赤ってね、どうかなって思ったんですが、まあいいか。 こういうライン。これね、ちょっとこういう感じでこう持ってきたくて、中心に近い位置から、もうかなり中心とお同じぐらいですよね。こうに来て、かなりこう出っ張りたいんですよ。ちょっとここよく見えないけど、ここに行、行がね、こうやってありますね。ここね。結構ここはいっぱいいっぱいな感じ。一番出たいところ、そこからの、こういう風にせり出すような感じ。こう半分に割ってトーン。からの、 立てていきますでこちらちらょっと上ですよねこういうふうに横にギュってこう貼っといてスッときたら上です次こういうとこのつながりがよく見てもらえるといいかなトーン、ギュってきたらスッとしたらまた今度上ねあちこち行きますよこうしといて横回ってきてこのあたりストーンでこう こんな感じでペンをこう大きく回していくような感じで流れ止めない方がいいですね。秋はこうですね。実るっていう字ですね。こちら長めにしておいて、ふわっとしてトントントン。こうです。そしてぎゅー。こんな感じです。ここからのこれ。実り。 のえっとね、ちょっと待ってね。ちょっと今日ね、ライトを上にね、置いてるんですけど、ちょっと落っこちそうで怖いんですよ。うん、その代わり影が今日できてないでしょう。いい感じかな。どうですかね。りの季節。左しっかり出しといて、こんな感じ。左長めに出しといて、 こっちギュッと貼っといて業所になった時こういう感じで意外とこう左を結構頑張って出しますで右上がりの調子がかなり強く出てると思いますこういうとこねやってくださいでギュッとしたらスッと縫いといて次竹かんりですねこんな感じギュッとしといてここしっかりめにこうやってこっち貼っといてくださいトントンで トンそこからのこういうところはなんか一連の流れここからつながっているようですがしっかりとちゃんとこう切り替えをしていますよねこういうところねこうに来てここからトンってしたらここしっかりちゃんとまた新たに入っているようなこんな感じが見えるといいですで意外とこれきつくなりやすいんだった忘れてましたねちょっと 入るかな芸術の秋12345671234567891011っていう感じですね。の秋です。 ここちょっと繋がってますね。のぎへんトントンってしといて、ここのトンっていうのがなくなって火に移ります。2回目の秋はちょっと繋がってますね。こんな感じで。同じ形をあまり繰り返さない方がいいです。徐々に崩しを入れていくようなイメージになっていることが多いですね。はい。で、次ですよ。えっ、ー、と、また。 ね、これねもうねあの中学生はだいぶ慣れてるとは思うんですがこの流れ止めないように私もなるべく話で中断しないように書いていこうと思ってます123ですねこんな感じの「また」これは一気にね行きましょう「スポーツ」 に、と、楽しみが、トン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 ,トンからの、こっからギュッとしといて、こちらに飛びます。そして、こう上がってきてください。こう必ず上がること。あ、ちょっと映ってないちょっとせっかくね、書いたんだけどね。しかも、 なるべく止めないようにねとか言ったのでもう一回書こうかな上がってきてくださいねってここのことねこれを上がってほしくてえっ、ー、とじゃあ楽しみ楽しいという字のとこからいこうかなこの辺から書こうかこうねこうくるでしょトントン12飛んどいてこちらにギュッて貼っといて下から上がる で、ここをこうにきといて、ドンからのぎゅーって、こういう感じです。半分に割っといて、ぎゅー。楽しみが、ちょっとね、これはね、うん、まあいいです。1書いて。 これでね大いに参加しようはいいきますよキュッとしといてかなりこう急激にこう横にいくような感じそこからのストーン大いに。 参加ですね参加しようこうしたら下から上がるこの動きたくさん出てきますよねこうしといてストーンってきて12323をつなげるとより自然です参加しよう入るかな 見えてるかなそう今のこの感じとか「よう」終わった後のこれとかがすごく自然と出るといいです。ねこれがこうですよね「よう」よからの「う」の点これって真ん中の線がどこ通ってるかなーってこういう感じです。こうにきっといてここからあまり離れない中心からあまり離れてなくて 次がこっちに出ていくんです。そしてこう落ちてくると綺麗に見えますね。うん。これがほらこっからこうに来てもおかしいでしょこれがこの辺からこうだとこう曲がっちゃいますよね。っていうところでこういうところを見るといいです。はい。では、中1にときましょうか。中1。はい。ちょっと。 文章がちょっとムーんっていう感じのとこはありましたがあまり気にせずに文字の方に集中しましょうはいでは失礼します